ポスはブラジルリオデジャネイロ出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、右ディフェンダーミッドフィールダー。幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しい少年時代を過ごした。13歳の時に、地元リオデジャネイロのアメリカ FC に入団した。入団テストは、センターバックとして受けたが、身長不足のためサイドバックに転向し、機敏性と、 身体能力を武器にで頭角を表し、17歳の時に、監督のエドの目に留まり、プロデビューを果たした。1985年に CR、フラメンゴに移籍し、ジーコラと共に1986年のリオデジャネイロ州選手権と、1987年のブラジル全国選手権制覇に貢献、同年6月にエクアドル戦で、ブラジルフル代表デビューを果たし、 その試合でゴールも決めた。1988年にはソウルオリンピックブラジル代表に選ばれ銀メダルを獲得した。1989から90シーズンにドイツのバイエルレバー,クーゼンに移籍。199から92シーズンにはブンデスリーガでウーベバインの16アシストに次ぐ2位となる14アシストを記録した。百九十二から十三シーズンから FC バイエルンミュンヘンに移籍、右サイドバックや、右サイドハーフとしてプレイし、すぐに、チームに馴染み、ファンにも愛された。同シーズンは10アシストを記録した。1993から94シーズン、カイザースラウテルンと激しく優勝を争う中、第34節のシャルケレイヨン戦では、疲労からの体調不良でベンチスタートとなったが、前半20分から出場し、勝利を、 決定的とするゴールを決めて勝利に貢献。この結果チームはカイザースラウテルンに勝ち点1差で優勝を果たした。また、マジーニョと共にマイスターシャーレを掲げた最初のブラジル人選手となった。1994から95シーズン途中までバイエルンでプレー、キャプテンを務めたこともあった。ブンデスリーガでは通算154試合15ゴール39。 アシストの成績を残した。1990FIFA ワールドカップ、1994FIFA ワールドカップでは、レギュラーメンバーとしてプレーした。1994FIFA ワールドカップ本大会では、全試合に先発出場、グループリーグ第2戦カメルーン代表戦で、マルシオ・サントスのゴールを、アシスト、準決勝のスウェーデン戦ではクロスで、 ロマーリオの決勝ゴールをアシストして決勝進出に貢献。決勝のイタリア戦では前半20分に負傷でカフーとの交代を余儀なくされたが母国のワールドカップ優勝に貢献した。アントラーズ在籍時にはコパアメリカ1995に出場し、1995年8月9日に日本で行われた日本戦が代表最後の出場となった。 1994から95シーズンの途中、バイエルンがヨーロッパの他クラブへの放出をぶり、カシマの監督を務めていたジーコの兄のエドゥに誘われ、1995年にカシマ・アントラーズへ移籍。カシマでは右サイドバックやボランチとしてプレーした。J リーグファーストステージの開幕戦、1995年3月18日、横浜マリノス戦で初出場。 J リーグ初ゴールは3月25日のサンフレッチェ広島戦。1996年にはリーグ優勝を果たし、J リーグ年間最優秀選手賞とベストイレブンに選出された。1997年、山崎ナビスコカップ準決勝、名古屋グランパス8戦のファーストレグでは決勝ゴールを決め、決勝、ジュビロ岩田戦のファーストレグでも決勝ゴールを決めて勝利に貢献。 鹿島はセカンドレグでも勝利し優勝を果たした。1998年はチャンピオンシップでジュビロ岩田を破り J リーグ年間優勝を果たした。J リーグでは通算108試合17ゴールの成績を残した。1999年にブラジルに帰国しサンパウロに加入2000年からプレーしたバスコダガマでは第1回フィファクラブワールドカップに出場。 コリンチャンスに決勝で敗れ準優勝。2003年に現役引退した。引退後は一旦代理人形に従事するが、2006年に初めて在籍したクラブであるアメリカ FC の監督として現場に復帰。同年夏からはドゥンガ監督の下でブラジル代表のヘッドコーチに就任した。ワールドカップ南アフリカ大会終了後は2010年にゴイアス EC。 2011年には、フィゲーレンセ FC の監督を歴任。フィゲーレンセでは、財政的に余力があるわけでもなく、知名度のある選手を補強することなく、戦った同クラブをシーズン終盤まで、コパリベルタドーレス出場権を争うチームに作り上げ、最終的に20チーム中の7位に導いた。この功績が評価され、ジョルジーニョは、 同年のリーグ最優秀監督候補の3人の中の1人に選出された。2012年、フルスである鹿島アントラーズの監督に就任。同年のナビスコカップとスルガ銀行チャンピオンシップを制覇したが、1年限りで退任した。2013年3月17日、フルス CR フラメンゴの監督に就任したが、6月7日に解任。8月25日、 A ・ポンチ・プレッタの監督に就任。しかし、12月13日に解任。2014年4月13日、2014から15、シーズンから、あるアスル FC の監督に就任することが発表された。2015年8月17日、CR ・バスコダ・ガマの監督に就任。2017年6月1日、EC ・バイヤアの監督に就任するも、 わずか14試合で解任された。2000年、貧しい子供たちのための施設、ボーラプラフレンテを、リオ市郊外クアダルピチクに設立。現在施設では6歳から17歳の、約900人の少年少女たちがその年齢に合わせて、学芸やスポーツ、職業訓練などを学んでいる。2019年に、雑誌ナンバーのアンケートで、これまで、J リーグでプレーした最強の外国人、 DF 部門で第2位に選ばれたクラブ、ありがとうございます。